皆様こんにちは。始まりました、第3火曜日のですね、佐竹悦子の、幸せ結婚法則、噛みましたけれども、幸せ結婚法則ということで、幸せな結婚生活を送っていらっしゃる方にお越しいただきまして、結婚の慣れ初め、どういうことで結婚になったんでしょう、そして幸せな結婚生活を維持するにはどうしたらいいんでしょう、というようなことをお話ししていただく番組でございます。そしまして、そのことによりまして、皆様に幸せな結婚を考えていただく、今結婚のことで悩んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、その方のお役に立てるようにと思っております。それではまず、こうやって喋っているこの人は一体誰なのということで、私佐竹悦子の自己紹介をさせていただければと思います。お願いいたします。私が出てまいりました、自己紹介でございます。株式会社インフィニ結婚相談所インフィニ青山結婚予備校の代表取締役を務めております。私は大学時代に知り合いました、現在の夫と、卒業後すぐに結婚いたしまして、今年結婚41年目を迎えております。そうしまして、夫と38歳の長男と34歳の次男の4人家族、2人とももう息子たちは独立しておりまして、孫もおります。そういたしまして、結婚相談所の仕事をずっと続けてきております。で、私が独立しましたのは、ずっと結婚の仕事をしてきたんですけれども、なかなか30代40代の方が幸せな結婚になかなか到達しない、どうしたらいいんだろうということで、30代40代の方のための結婚相談所を、私の方で、開業いたしました。おかげさまで成婚率は非常に高く、30代40代に特化しておりますので、おかげさまで、成婚率は非常に高く、各連盟から表彰を受けております。はい、では次お願いします。そういたしまして、この21年結婚のお世話をしておりますので、本も何冊か出させていただいております。佐竹悦子先生の結婚力は、また再婚力もAmazon の方でお求めいただければと思います。次お願いします。そういたしまして、結婚相談所の、中で、ロイター通信、それから、アルジャージーラ、中東の衛星放送でございますが、AP 通信とかですね、BBC、イギリス、いろんな海外の通信社からも取材を受けております。もちろん国内でも、朝ツバでしたり、報道ステーション、またはノンストップなどの番組にも出演させていただいております。では次お願いします。はい、スクール革命というのに出たこともございますが、森さん中の黒沢さんに、熱く指導をさせていただきましたが、いまだに独身ということで、またぜひお越しいただければと思っております。次お願いいたします。そうしまして、私立バカレア学園、これは忘れもいたしません。この年で女優デビューというのをいたしまして、素晴らしいジャニーズジュニアの方、または AKB48 の48の方たちとも、一緒に仕事をさせていただきまして、みんな可愛くてすごく素敵な方たちでございました。そういたしまして、あとはですね、たけしの、味方、それから、朝日新聞とか、日経新聞とか、新聞やいろいろな雑誌にも掲載していただいております。はい、お願いします。はい、ということで、この人は一体誰なのということで、よく喋るおばちゃんだなということなんですが、皆様の幸せを願い、結婚の、仕事をしている、私佐竹悦子でございます。皆様からはカリスマ結婚カウンセラーと呼ばれております。よろしくお願いいたします。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。本日は西洋占星術の、レイナ・リアさんにお越しいただいています。どうぞお越しくださいませ。どうもこんにちは。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。こんにちは。はい、皆さん、こんなに可愛いお嬢さんみたいな方が、ございません、ね、
あの西洋占星術なの意外に年が私に近いというもうなんてお嬢様みたいなのと思ってびっくりいたしますけれども、まあ、その若さの秘密みたいなのもねお話しさせていただければと思います、ね、あのまずじゃあどうぞご自身の自己紹介ということでお話をいただければと思います。はいはい、皆さんこんにちは、西洋占星術をしておりますレイナリアと申します。西洋占星術はですね、高校2年の時に文化祭でクラスで占いをするということで書店でたまたまその西洋占星術の本を見まして、そこではなんて言うんでしょうか、ハマってしまいまして、はい、ずっと趣味だったんですけれども、そのうちその教室に行ってですね、まあ、トントンと、まあ、運よくデビューできたということなんですけれども、はい、ね、あの私もさっきあの見ていただきましたら、私はあの魚座 の, あの A 型でございまして、はい、で見ていただきましたら、まあ、あのこの仕事がとっても結婚相談所の仕事が向いているということでね、転職だと思います、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、教祖のようにだから結婚、まあ、佐竹、まあ、インフィニ の,、まあ、あの結婚相談所インフィニの、まあ、教祖というようなことで、です人助けをすることが大事だっていうふうにね、おっしゃっていただいて、もう本当に私もそれだけで頑張ってきました。もう皆様の役に立てることを、はい、あの本当に心から願ってやってきましたら、はい、まあ、私の星がそうだったということで、まさに皆さんこう救う星っていうんですか、ね、頑張ります、腕に指をかけてという感じでございますけれども、はい、はい、でまたあのレイナさん今回、はい、あの下田先生とのね、はい、あの素晴らしいこちらでございます、はい、あのこちら、猫様のお言葉カレンダーといいまして1年間分の卓上ミニカレンダーなんですね。これはその直木賞作家の下田海樹さんと、うん、あと写真家の、村田美仁さんという方と3人で作っておりまして、すべ、うん、てのページにですね、うん、あの違う猫の写真と、うん、あと下田さんのとてもこう元気が出る温かいお言葉と、あと私の占いが、うん、あの載っております。占いママこんな感じなんですけれども、ここ素晴らしいですね。でこちらですね、うん、1200円でネットで買えるんですが、うん、ちなみにあの今年で6年目なんですけれども、2年前には新宿区逸品という新宿区推奨品になりました。はい、そうですか、素晴らしいですね。 ありがとうございます、ね、あの地方の老人、あ、すみません、地方 の, あの、うん、高齢者向けの施設 の, あの方もあのまとめて買ってくださったりとかですね、そうですか、はい、そうなんです、まあ、皆様ご興味ございましたらぜひ、はい、ぜひ書店でよろしくお願いいたします。お求めいただければと思います。はい、はい、で私うっかりとですね忘れました、はい、こちらのスタジオはですねコロナ対策について、大変に、心を砕いております。まず検温の徹底、それからスタジオ内の消毒、さっきも一生懸命拭いていました。もう終わると必ずスタッフの方があのきちんと消毒をしてのくださいます。それからスタッフの方マスクの着用、それから、この、トレール、オゾン出てますということなんですけれども、あのここを、清潔に、まああのまあ、守るということでさせていただいております。それを言い忘れました、失礼いたしました。それでは早速ですけれども、あの、はい、レイヤさんね、どうもありがとうございます、はい、ではまずですね、はい、この番組はですね幸せな結婚をしていらっしゃる、方に慣れ初めとかですね、ありがとうございます、きっかけとかですね、はい、あのおいくつの時にお知り合いになったんでしょうか。ですね、うん、26歳ですよね、26歳の時に知り合ったんですが、うん、はいはい、何かというとそのアパートの隣人だったんですね、うん、そうなんですか、たまたまその新築のアパートに引っ越しまして、まあ、品川区だったんですけれども、はい、でその引っ越して半年くらい経ったら隣人が越してきたのが分かったんですね、うん、アパート壁薄いですし、そしたらなんかたまたまその、たまたま同時にドア開けた日がありまして、うんうん、でまあこんにちはって挨拶したんですね、はい、それでその頃その私が、アルバイトで、広告代理店で営業職をしていたんですね、うん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 、でなんかあの名刺を渡しちゃったんですね、うんうん、そしたらあの彼もじゃあということで名刺をくださったんですね。でその時はその、まあ、挨拶だけで終わったんですけれども、でそれからなんだろう、ほんのたまにあのドアの前で会うことがあって、ほんの二言三言交わしたことがほんの 2,3 回あったんですね、うん、単なるお隣さんだったんですが、それが1年経った頃に、はい、それがその26歳の、お正月、うん、急に、まあ、一人暮らしだったんですけれども、元旦の朝に、あ、絶対今年結婚しようってなんかひらめいたんですね。
で絶対今年その好きな人っていうよりもなんか結婚相手を絶対見つけようと思ったんですね、うん、でもまあ特にいなかったんですけれども、でバレンタインいなかった、全くいなかったんですね、はい、職場もあの、うん、プライベートもいなかったんですね、うんうんうん、でバレンタインになって、まあ、バレンタインってその独身なもので、うん、まあ、ちょこちょっと何かあげるんじゃないですか、うんうん、で6個ぐらい用意したんですね、なんかギリチョコ、ギリチョコは800円ぐらいかなそしてはい、はい、それを何か5人ぐらい配って1個残ったんですよ、はい、どうしようかなと思って、自分で食べるものなんと思ってたら、お隣さんにちょっとあげようと思って、お隣さんにちょっとあげに行ったんですよ、どうぞって、彼もどう思って、それで終わったんですね、で別にその大して考えてなかったんですが、1月経ってホワイトデーになったらば反応があったのが彼だけだったんですね。なるほど、まあ、みんなギリチョコだったからね。そうそう、でもまあ、ギリチョコから始まった恋だっていうことですね。はい、そうなんです、あの何ポストに1000円ぐらいの可愛いクッキーセットが入ってて、でなんか反応があったってことですっごいなんかこうテンションが上がって感動していたらですね、なんかそのマドンナのコンサート誘われまして、で一緒に行って、で1週間後にあの私が今度食事誘って思って差し上げて、だその1週間後に誘われて、ドライブだったんですけど、だそこで結婚しないって言われて、そこ OK しちゃったんです、だから そのなんかこう決め手となったのは何だったんですか。とにかく絶対今年結婚しようっていう、まあそれが一番ですよね。であとあの、まあ、彼も好印象でしたし、もうでも彼の方はもうずっとあなたを見てからずっと狙っていた。いやそれちょっと分かんないですね、聞いてなかったので。そうなんですか、すごいなんかドラマチックな。そうなんです、ね、だからたった20日間で結婚決めたんですね、デートも3回しかしてないんです。いやそうですか、すごいですね、いきなり言われて、ね、それでまあでも OK しちゃって、はい、でその後いかがでございますか。すごいですね、あのどっちも似たような家庭環境で何の問題もなかったんですね、そしてその、まあ、半年後にも式挙げちゃったんですけれども、でその頃は占いはもちろんやってたんですが、そこまで真剣に見ていなかったんですけど、彼のことを、後からよく見たら、その結婚を決めた時はですね、私にとって、あの海王星っていう星が164年に1回の現象で、ちょうどあの私の星のところに来ている時だったんですね。だからそれってその夢のような出来事が起こる年だったってことなんですよね。あ、そうなんですね、はい、まあ、専門家でいらっしゃるから、まあ、あのそういうことがちゃんとねあのお分かりになったっていうことでね、まあ、皆様も何かあったらねお聞きになるとあの今年かもしれないとか ね、来年も今年も終わりですから来年そうかしらとか、ね、まあ、そういうのもお分かりになるかもしれませんね、はい、そうですね、とにかくあの自分でひらめくってこと重要だと思いますよ ね、結婚しようってなんか思い立つっていうんですか、まあ、それはあの独自なその能力が終わりだから余計にきっとお分かりになったんだと思いますけどもね。いや、そうでしょうか。いや、はい、まあ、そのまああの胸キュンしたこととか何かそういうねこの彼を見てて、はい、なんかこうキュンとしたようなそのまあ3回しかなかったっていうことではありますけれども、はい、その3回の時に胸キュンとしたそういう思い出とかまた何かございますか。そうですね、あのちゃんと奢ってくださって、まあ、優しかったですし感じよかったですよね、その頃まで車があったんですけれども、彼はおいくつだったんですか。彼はですね、2つ学年上でして、はい、だから 今59なんですけど、そうですか、はい、でもなんかすごくあのさっきお聞きしてた自由にね割と何もおっしゃらずに奥様を応援してくださる、ね、はい、優しい方のようでいらっしゃいますけれども、そうです、ね、まあ、だからまあ現在こういうふうに、ね、26であのご結婚なさって27です7で、ね、ご結婚な、はい、6で出会って、あ、そうなんです、あの7であの、ご結婚なさって、それでずっとあの幸せな結婚生活を送ってらっしゃるというね、ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。でその結婚生活の中で、はい、まあ、あの仲良く やっていきたいじゃないですか。みんな、ね、はい、結婚した人はみんな仲良くやっていきたい。だから残念なことに今2分に1組離婚してるんですね、はい、3組いたら1組は離婚してるというような現状なわけですけれども、はい、まあ、仲良くやる方法としてはどういうことを心がけてらっしゃいますか。そうですね、お互い信頼してますし、詮索しすぎないように気をつけてますよね。でお互いの仕事を持ち、それにも干渉しないですよね。
そうですか、はい、どういうお仕事してらっしゃるんですか、ご主人様は。主人はですね、うんうん、外資系 の、 あのコンピューター会社で長年営業職をしておりました、うんうんうん、ですから結婚し前からそうでしたけども、結婚してからもですね、うん、なかなか帰ってこないんですね。12時回らないと。なるほど、だからあの独身の頃はですね、いつもやっぱり12時過ぎないと帰ってこないもので、あ、なんか新聞記者か何かかななんて思ったんですよね。で、向こうは向こうで私も結構遅かったんですね、広告代理店だったもので、9時過ぎに帰るのがザラだったんですよね、みんな遅くまでいるんです。で、まあ、景気もいい時でしたので、で向こうもなんか遅いなって、何やってんだろうと思ってたっていうんですよね、お互いそうでしたね。でも何も言わなかったんですか、遅いねとか。あ、何もそこまで あのあまり干渉するタイプじゃないんですよね。あ、そうですか、はい、冗談ですが、あの結婚決めたらですね、彼の部屋って、電話がまだ当時なかったんですよね。で、私の方の電話を親子タイプのなんか、あの分けて使ってたっていう半年間でした、ね、あ、そうなんですか、なるほど、はい、まあ、あの、で、そのご主人様はご趣味とかは何なんですか。趣味はですね、結婚した頃はこ、車があったんですけれども、結婚費用が足りなくて売ってしまってですね、そなくなったんです。嬉しい、はい、で、なぜかその結婚したらですね、バイクに目覚めてしまいまして、今唯一の趣味がバイクなんですね。あ、かっこいいですね、だってね、その年齢でもずっとバイクに乗っているっていうのはね、もうそれだけが大好きでして、大きいのなんですか、あの、私もあんまり詳しくないけど、はい、一番大きいのを乗ってた時は1300だかなんか、ちょっと私もあまりバイク詳しくないんですが、大きかったと思いますね。なんか BMW だったり、そうなんです、ハーレーなんとか、ハーレーだけエンジンがハーレーだかなんだかって時があったような、ただあの私も一緒に乗ってほしかったらしいんですけれども、私ああいう速いの苦手なんですね。で、一回だけちょっと乗せてもらったんですが、いや、もうちょっと怖い、ちょっと怖いですね。いや、あの、なんていうんですか、あの、これだけで捕まってるって信じられないですよね。いや、ちょっとあのしがみついてるけど、そうなんです、怖い、速いじゃないですか。ごめんなさいということで。ああ、そうなんですか、でもまあ別に、あの、まあ、怖いものは仕方がないねっていう感じで優しいですよね。無理強いすることは全くなくてですね、そうですか、で、まあ、あのレイナさんのご趣味っていうのは、レイナさんのご趣味っていうのは、あの、何なんですか。趣味ですか、ですね、あの、つい最近の趣味はですね、まあ、中国語を習ってまして、この1年ですね、マンツーマンで週1回50分というのやったらですね、なんとか中国検定4級があったんですね。すごいですね、努力ね、何でもね、一生懸命なさるからなんとか受かったんですが、次の級はですね、その3月後に3級受けたらですね、あと10点足りなくて怒ったんですね。あ、そうですか、いや、でもやっぱりマンツーマンで先生が来るとさすがにやる気になりますよね。あ、そうですか、しかも余談ですが、あの、なんていうんですか、あの、若い男性の先生だったんです、25歳かな、で、香港の方なんですけど、今も習ってるんですが、いや、なんかさすがにやる気になりましたよね。途中でイケメン、イケメンでした、なんか、ちょっと素敵です。やっぱり先生も素敵だとね、まあ、あの、頑張っちゃうっていうね、はい、先生、あの、モデルの仕事もちょっとやってるそうで、じゃあそれは相当素敵な方ですね。ありがとうございます。そうですか、その方がわざわざ私 の、あの、住んでる駅のカフェにまで毎週来てくださるんですね。さすがにやる気になりましたよね、そうですか、そうじゃなかったら途中でやめていたと思います。本当に。ご主人はその、なんていうんですか、中国語とかね、ご興味は全くないです。たまに一緒にやらないって何かが言ったんですが、間違ってもないって言いました。で、なんか旅行に行くとか、中国に旅行に行くとか、まあ、今はちょっとコロナの影響でね、なかなか行けないけど、なんかそういうことを、あ、思ったんですね。本当は今年中国行こうと思ったんですね。そう、できたらそうですよね、言葉ができたらね。そうなんです。時はちょっともうその気になっちゃって、20日間だけ、なんか中国に、あの、短期 の、 その留学に行こうかなと、今年思ったぐらいなんですね。さすがコロナで行けなくなりましたけれども、今当分行けないなって分かったもので、意欲も失せてきてるんですが。そうですか、あとは余談ですが、あの、趣味、今はあまりあれですけど、俳句をちょっとやってたことがありまして。そうですか、素敵ですね。 ありがとうございます。あの、多いお茶ってるじゃないですか、あれに一回乗ったことがありまして、すごいすごい。あと産経新聞も一回乗りましたね。産経新聞のはですね、行ってみてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。あの、なんだっけな、ひまわりの首折れし日やゴッホシスって言うんですけど。なるほど、ゴッホのひまわりを見て、
はい、なるほど。死ぬ日はこの日だったのかな、うんうん、みたいな。なるほど、そう、芸術的な。いや、ありがとうございます。ね、絵が浮かぶようなね、情景が浮かぶようなね、ですね。ありがとうございます。はい、あと奈良県主催のなんかコンテストも、一番末席とかなんか一回ってことありましたね。そう、まあ、才能豊かな方だからね。ありがとうございます。もうその先生術だけじゃなくて、はい、まあ、そういういろんなことなさってんのね。まあ、気が多くて、あの、申し訳ございません。そうですか。はい、で、まあ、そのご主人様はそういう先生術とかそういうことにはどうなんですか。はい、あの、彼は全く占い興味がないんですけれども、うまくやっていくっていうのは。そうですね。でも、ね、あの、結婚当初ですね、彼がバイクを買った頃に、はい、その頃彼の占い見てあげて、あ、ちょっとすごいなんかやばいっていうか、そのまずい層が来てるって言ったら怖がって、さすがにお祓いってお祓いっていうか、その神社に行ってお参りしてからバイク乗りに行ったよって言った日がありました。あ、そうですか、はい、ねえ、まあ、あの、奥様が特殊な能力をお持ちでいらっしゃるから、まあ、彼としても安心っていうところはね、あの、終わりになるんだと思いますけれどもね。はい、お食事とかはいかがですか。食事、はい、一緒にするかということですか。そうそうそう、あ、まあ、あの、どんなものを作るとこうご主人様喜ぶとか。主人はですね、とにかく肉なんですね。肉なんですね。何がいい、はい、肉ってそれだけなんです、肉だったら嬉しいんですね。魚だとがっかりっていう、あの、リアクションがちょっとあってですね。そうです、肉だったら何でもいいんです、とにかく、はい、なるほど。で、お料理とかなんかこういろいろこう、まあ、結婚なさってから、まあ、あの、最初からまあ自炊なさってたんだと思うんですけれども、はい、お料理とかでまあ苦労したこと、まあ、彼の好みに合わせたこととかっていうのはございますか。そうですね、あの、なんかカレーが好きって最初言ってたので、あの、1週間分まとめて作ったりとか、1週間毎日カレー、あ、そうですね、そんなこともありましたね。喜んでるもので毎日食べてました ね、 そ、 毎日ね、そうですよね、そういう人はいますもんね、はい、とにかくあまりうるさくないので、本当に良かったなと思いますよね。良、まあ、かったですね、もうね、じゃ何かにつけてうるさくない、あ、そうですね、あと食事も今は土日なんかは、まあ、2食ぐらい、1日2食ぐらいなんですけど、どっちかはその辺で食べに行っちゃうんですね、近場に。なるほど、全然もうなんか、そうなんですか、よかったなと思いますね、大変じゃなくて、よかったですね、はい、食事ってなんかそのちゃんと作ると結構時間かかるじゃないですか、私その電子レンジ反対派なんですね、だから使わないんですよ、だから、はいはい、お鍋やフライパン結構いっぱい使うんですね、だからたかたかその2人きりなのに3つ4つ鍋なんか使って片付けてると40分ぐらいかかってるんですね、この間なんかも。なるほど、そうですか、まあ、健康を考えて、まあ、電子レンジがね、あの、まあ、お好きじゃないという人は、皆さんその健康を考えてね、あの、なんかそういう、あの、なんていうんですか、あの、その中がこうちょっと電子レンジで、あの、変わってしまうということなんでしょ。その説を信じてるんですよね。私はチンしまくってますから。あ、ごめんなさい、さすがに健康に見えます。もう、あの、もう朝からも食べたいとかね。そうですよね、簡単にね、あの、私もずっと働いてきたもんですから、ね、まあ、手早く簡単にみたいなのは得意で、ね、やっておりますけれども、はい、そうですか、はい、まあ、そういたしまして、あの、まあ、今後ね、あの、まあ、結婚、うちはもう結婚相談所なので、まあ、結婚したい人たちに何かその結婚の秘訣、そして結婚生活をすることに、あの、まあ、良さを伝えていただければと思います。はい、そうですね、結婚してよかったとは、あの、結構いろいろ考えちゃう方なんですが、私がですね、彼って占いの話になってしまいますが、大型なんですね、私 A 型なんですけれども、相性がいいですよね、O と A すごくいいって言いますよね、本当にこう大らかというか大雑把というのか、本当に細かくないんですね、何でもすぐ忘れてくれますし、本当に良かったなと思いますよね。そうですか、まあ、じゃあ要するに相性のいい人と結婚しなさい、ね、ということですね。大事ですね、大事、あと、はい、あと彼お羊座なんですね、お羊座、私ヤギ座なんですけれども、お羊座って、12星座のスタートなんですね、一番最初トップなんですよ、お羊座から始まるんですね、4月でした、そう、3月21日なんですが、そこが、あの、先生術のスタートなんですね、で、お羊座生まれということで、だから一番単純な性格なんですね。ああ、そうなんですか、一番シンプルなんです。あ、そう、3月21日からいくんちまで、はい、4月20日ぐらいですね。あ、じゃあうちの息子ですね、それ、あ、単純かもしれません、はい、分かりやすくてイエスの方がはっきりしてるんですよね、はい、まあ、敵も多いけど味方も多いって言うんですよね、正義感が強くて栄養ぴったりっていうんでしょうか、積極的なんですよね、はい、人見知りしませんし、はい、
で、まあ、要するにそういう星占いと言いますとね、はい、簡単に言っちゃいますけど、まあ、そういうところも見た方がいいと。あ、そうですね、うん、参考にするといいと思いますよね。でも先生はそれ最初知らなかったんでしょ。知らないで出会っちゃった、ね、たまたま後になってみたらそうだったっていう。知り合った時にやっぱり聞きましたね、うんうん、やっぱりすぐ聞きますか。はい、でその次に会った時にこういう、はい、生まれなんだよってちらっと教えてあげましたよね、うんうん、でこれはもうぴったりだって思った。いや、そんなことないです。大して良くなかったんですけど。良くなかったし、別に そんな興味、そういう興味で見てなかったので、うんうんうん、で彼も別にふーんってそうなんだって、うんうん、まあそんななんかさらっと、うんうんうん、だったんですよね。そうですか、うん、ね、まあ、じゃあ皆様に、はい、まあ、その結婚の秘訣っていうのは干渉しないで、はい、そうですね、まあ、信じてですね、信じていることが大事ですよ、というようなことで、はい、ね、まあ、素晴らしいですね。ありがとうございます、うん、私ももう結婚41年目でございまして、はい、もう私は夫のもうおかげで、まあ、なんとかここまで来れたって、もう夫の忍耐のおかげってよく言ってるんですけれども、素敵なご主人なんですよね。うちもですね、実は私が A で夫が O でございまして、私が魚座で、夫がさそり座でございまして、最高な相性じゃないですか。そうなんですよ、これも全然知らなかったんですけれども、ね、たまたま、まあ、結婚になる時にいろいろ見たら、いろいろなんかすごく相性が良かったっていう、ね、だからもう本当に、そんなことは全く知らなかったけど、後になってみて相性のいい、ですからもう本当に今日夫が見てるかもしれませんけれども、感謝しております。もういつもありがとうございま す、ね、私もです。今後ともどうぞよろしくお願いします。ちょっと言ってみました。はい、はい、それではですね、今星のねことでいろいろ資料をお持ちいただいたんですけど、はい、今年はもう終わってしまいます。そうですね、まあ、私は実は今年は10年、もう今年から10年すごくいい年って言われたのに、もう正月におみくじを神社に行きまして引きましたら、もうすっごくいいというふうに大吉、めったに出ない大吉が出まして、はい、やっぱり当たるんだわって、今年はすごくいいと思っていたのに、何でしょう、3月4月と、まあ、コロナで、まあ、現在も、まあ、コロナの感染者がね増えてるみたいなことで、まあ、なってないので、まあ、運がいいのかもしれないし、今年、まあ、なんとか過ごしてこれたので、まあ、運がいいのかもしれないなとは思っていますけれども、来年はどうなんでしょうか、はい、ちょっとその辺もお話をお聞きできればと。あ、はい、まあ、皆様の運勢ですか。はい、まあ、来年1年でございますよね、はい、もう非常に先生いろんなところに書いていらっしゃる。6本ぐらいでしたっけ。今5本連載持ってます。5本連載持っていらして、はい、それで、まあ、皆さんね、いろいろ発信しています。フェイスブックでも、はい、先生が今日はこんな日ですみたいなね、はい、毎日発信しております。そう、発信していらっしゃいますので、ご覧いただければと思います。はい、で、まあ、来年はどんな年になりますでしょうか。はい、来年はですね、はい、幸運の木星がですね、水瓶座に入るんですね、うん、というわけで、12年に1回で水瓶座の方が最高の運が来ます。私魚座、はい、違いました。魚座の方はですね、来年、再来年なんです。再来年頑張ってじゃあ、はい、この時点に準備してですね、準備が大事です。とても準備が大事、はい、どういう準備をすればいいんですか、運が良くなるには。まず、まあ、あまり不要なものはもう片付けてしまう、いらないものは去ってしまう、人間関係もそのものもですね、片付けてしまってですね、はい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 、で、すっきりさせて待つって感じでしょうか、うん、はい、あと、まあ、ボランティアにもちょっと頑張ったりですね、まあ、譲ってあげたりなんかしまして、うんうんうん、自分の場を待つって感じでしょうかね、うん、はい、はい、で、じゃあ水瓶座の方といいますと、はい、いくんちからいくんちの方でしょうかしら。はい、1月の、うん、年によって多少変動があるんですが、うん、1月の20日あたりからですね、はい、21日あたりかな、そして、うん、2月の18日までですね。なるほど、はい、はい、の方たち、ぜひお聞きになってくださいね。はい、今年は、来年はすごく12年に1回、はい、1回の最高の運のチャンスが来ますので、はい、幸せになってください、はい、ですから、なんて言うんですか、ちょっとこういう相談所さんに来ても分かりやすく、その相性のいい方が見つかりやすいはずなんですね。なるほどね、行動することがとっても大事なんです。行動することが大事、はい、水瓶座の方、100点としますと、あとその土星という星もですね、水瓶座に今年入ってくるんですね、来年っていうか今年終わりに入ってくるんですが、
17日今月から入ってくるんですね、うんうんはい、これ30年に1回なんです。水瓶座っていうのはだから今年からもいいってこと。いやいいってか土星はですね、うん、あの責任って重い星なんですね、うん、でも結婚って、まある意味責任じゃないですか、はいはい、私が結婚した年もヤギに土星が入ってましたので、うん、だからちゃんと結婚して身を固めようっていう思うのにぴったりなんですね、うん、なおかつラッキーな星も方に入ってきますので、うんうんうん、本当にあのものすごく結婚向きの年なんです。水瓶にとって水瓶の方はね、はい、他の方はどうでしょうか、はい、水瓶の方を100点としますと、はい、水瓶座100点としますと、はい、仲のいい、天秤座と双子座も90点クラスでいい運勢なんです、うん、天秤座と双子座天秤座っていうのは何、はい、私がよくわかんないですけど何はい、まず順番を借りると双子が先なんですが、うんはい、すいません、双子座はですね、うん、5月の22ぐらいからですね、うん、6月の21ぐらいなんですね、はい、5月の22から6月の21日ぐらいの方、はい、聞いてくださいね、はいはい、と天秤はですね、うん、9月の、24ぐらいから、うん、10月の22ぐらいまでなんですね、はい、23かな、うん、はいが、天秤でしてこの2つはですね、はい、4年に1回の90点クラスのいい運がやってくるんですね。90点でも相当いいですね、はい、相当いいんです。相当いいですよね。そう特に天秤の方なんかはですね、はい、今年の、まさに今年のその、うん、あと数日17日までですね、はい、何かとその苦労が多い3年間だったと思うんですよ。あそうやっと終わって終わるんです。終わるんです。あと3日間で、うん、終わるんですね。天秤の方、はい、よかったですね、うん、この3年間大変なことがいろいろあったと思うんです、うん、やっと終わるはずなんです。そして来年、うん、ほんの4日後なんですね、うん19日から入ってきまして、はい、1年間ですねとっても、チャンスがやってきます、はいうん、ただですね、うん、ちょっと今年木星が変動がありましていつも1年間ほぼいるんですけれども、はい、今年はですね木星の水瓶が、うん5月の、13日まで、うんうん水瓶なんですね、うんうんうん、そこから魚座に入っちゃうんですね、はいはい、だからここが13までに早く行動した方がいいですね、うん、そうしますとあの魚座の私は5月13日以降はちょっと良くなってくるということ、はい、あそうです5月13からですね、うん、12年に1回の100点満点の運勢がやってきますまさにで次の年でしょ。いやいやじゃなくてですねあそ来年違う違うそれは来年なんですが22年の前に来年もありました一瞬だけ来年も一瞬なんですね、はい、魚座の、はい、特に2月までに関して言えばですね、はい、この5月の14日から、うん5月の14日から7月の28までです、ね、魚座の皆さん12年に1回一瞬だけどそのチャンスを使いましょう。あそうですね特に2月生まれですね、はい、2月生まれ私2月生まれです、はいはい、ぜひそうですね、うん、で後の星の、星座の方はですね、うん、あの魚座と、うん魚座の方はですね今164年に1回の減少にあってましてあよくないですねあ違うんです違うんです160年に1回で、うん、海王星がですね、はい、今魚座に来てるんですね。はいこれって海王星ってもともと魚座 その支配星って言われてまして、うんうん、魚座にとって一番大事な星なんですね。あ海王星、はい、それは、はい、だからあの、うん、一星座に来るのは、1回来ると結構十何年いるんですよ、うん、でそれが160年ぶりに今来てるんですね。あと5、6年もいるんですよね、だからもう10年ぐらいいるんですけれどもすでに、うんまあ、そうなんですか。そうなんです。いるんですね。いるんです。じゃあ運が良かったの？あ、だからその時に開業されてずっとやってるわけですから、うん、まさにこう人々を救うためにやってるようなもんですよね。あそうですか、はい。はい。だから魚座の方はですね、うん、今年結婚しようと思ったら、うん、もうあの、まあ、自分も救われたいと思いつつ、うん、相手を救ってあげようという気持ちで、うん結婚に臨むと成功すると思います。うんうん、なるほど。はい。そうですか、まあ、あのやはり結婚はね、うんはい、誰かに何かしてもらいたい、うん、もうあのバッグ買ってほしいとか、はい、もうあの、まあ、そのセレブ生活したいというような結婚というのはないわけじゃないでしょうけれども、はいはい、お互いに助け合って、はい、あの相手のために、お互いのためにっていう、はいまあ、結婚がいいという、ね、あそうですおっしゃる通りです、うん、ですよね。はい、はいであとですね、はい魚座と仲良しの、はい、そう仲良しの星座って一緒にいい運が来るんですね、うん、カニ座とサソリ座もやっぱりその海王星のいい影響を受けるんですね。うちの夫です。あよかったですね。おめでとうございます、はい、ですからカニ座とサソリの方はです。カニ座というのは、6月の23ぐらいから22かな、はい7月の23ぐらいまでなんですね。でサソリ座はですね、10月24日から、うん11月22ぐらいなんですね。
この方々も尽くしてあげたいと思って結婚すれば、うん、きっといいことがあります。はい、うん、なるほど、うん、ねえ、まあ、ではあの蟹座の方、サソリ座の方も、はい、いい運がやってくるという、まあ、ことでございますね。はい、はい、あと残りですね、はい、残り、残りの方たち、星座の六星座ね、はいはい、大牛座がございまして、はい、大牛座はですね、4月の20日ぐらいから5月の21ぐらいの生まれなんですが、はいはいはい、大牛座の方はですね、今84年に1回の現象で、うんうん、天王星が大牛座に来てるんですね、うん、はい、なので84年に1回の急な大変化が起こりやすいんですね、大牛座の方、はいはい、なので急な結婚、うん、急に思い立っての結婚いいと思いますよね。チャレンジっていうんでしょうか、チャレンジしてください、うん、ね、今あのこのコロナの影響で結婚ってすごい早いんですよ、はい、すごかったですね、2か3ヶ月とか、はい、もう2ヶ月で結婚、もう本当に地球は狭くなったなと思いましたけれども、はい、ニューヨーク駐在の男性と、はい、九州の在住の女性が、はい、オンラインだけで結婚、はい、すごいですね、もう本当に、うん、素晴らしいですね、すごい、もう本当にここ1ヶ月2ヶ月で結婚、はい、それからもう本当にね、もうレナさんのように、はい、もう3回ぐらいで、はい、申し込む、まあ、結婚相談所の場合は、はい、プロフィールっていうのがあって、はい、裏が取れてます、はい、どこに住んでいる住民票、はい、それから独身証明書、はい、それから最終学歴の証明書、はい、それから年収の証明書、はい、から資格の証明書、はい、っていうのを、で、あと、はい、診療書でご家族 の、 ことなども書いていただいていますので、はい、まあ、どんな人なのか分かんないってことがないんですけれども、はい、安心感ありますね、そうですね、で、お会いして、はい、この人だと思ったら、はい、まあ、プロフィール的にはもう満足している、まあ、本当に自分の理想の人なので、はい、OK ということで、はい、本当にこのコロナが、はい、始まりましてから、はい、早いですね、あ、よかったですね、そうだから、もう本当に突然の結婚っていうね、もう思い立ったら結婚、あ、そうです、思い立った時があなた の、はい、決め時ですみたいな、はい、そんな感じですよね、そう思います、あと思うにはその、うんうん、あまりよく知らないで結婚した方がいいと思いますよね、あ、そうですか、はい、楽しいと思います、やっぱりいっぱい知ってしまうと、なんかいろいろと考えたりしますよね、まあ、もういいかなと思っちゃったりのか、そうかもしれない、長すぎた春とかね、よくないって言いますもんね、あと残り、あ、ごめんなさい、残っちゃった大鳩の星座の方はですね、ご星座、はい、大牛座と仲良しの、はい、乙女座と八木座も、うんうん、天王星のいい効果を受けているので、はい、変化を恐れずにいけば大丈夫です、うん、なるほど、乙女座の方、ヤギ座の方、はい、勇気を出していただければと思います、はい、そうですね、はい、乙女座はですね、うん、8月24日ぐらいから、うん、9月の23ぐらいなんですね、うん、でヤギ座はですね、12月22ぐらいから、うん、はい、あ、ヤギ座なんですね、ヤギ座から、1月、ね、20日、20日あたりですか、うんうん、なんですね、はい、でこの方々はですね、うん、王子と乙女とヤギはですね、うん、まあ、ちょっとこう、うん、奥ゆかしい方が多いっていうんでしょうか、真面目っていうんですか、時間かかる方々なんですね、そうなんです、特にお見合いなんかぴったりですよね、うん、紹介所の方に紹介されて、うん、すぐその方 の、うん、判断を信じての結婚ってぴったりだと思いますね、うんうん、そうですか、はい、私たち押しますから、あ、そうですよね、引っ張りますし押しますみたいな、はい、推しが強いと言われてます、そうですね、はいはい、あと、さっき申し上げたその魚座とカニとサソリもですね、割とこうシャイなってんでしょうか、デリケートな方々なので、そう、安心してなんです、ですよね、安心して大丈夫ですよって言ってもらえるといいと思うので、うんうん、結婚相談所さんに行くのはぴったりだと思いますよね、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、最後三星座はですね、はい、お羊座と獅子座と伊手座なんですね、座と伊手座、はい、この方々はですね、うん、とってもエネルギッシュでファイターっていうんでしょうか、狩人っていうのか、その、うんうんうん、例えば宇野千代さんって昔いたじゃないですか、うん、はいはいはい、あの方は作家のね、声大きかった、はいはいはい、あの方は知り合ってすぐもう同棲始めたっていうぐらい伊手座だったんですけれど、うんうん、早いんですよね、皆さん、はい、三星座とも、はい、決断早い、うん、この方々はですね、今回人によるんですが、まずお羊座はですね、うん、3月の21から4月19あたりなんですけれども、うんうん、このお羊座の方はですね、木星が、11アスにいるので、うん、友人関係の中に当たりがあるって感じなんですね、う
おお、なるほど。今のその友人関係の中にいるかもしれない。そうですね。もしくは友人感覚のようなフランクな人との結婚のおすすめですから、相談所さんに来てもなんかデート中にあこんな感じでいいんだっていうリラックスできるような方との結婚のおすすめですね。なるほど、はい、そうですか、うん、はい。まあ、あの駆け足でね、まあ、あの十二星座のお話をさせて、 あと2つ、あ、まだまだごめんなさい。獅子の方はですね、はいはい、7ハウスに木星行きますので、はい、相手にお任せっていうんでしょうか、うん、相手の判断で、後から、自分の意見を言っていくことがポイントだと思いますね、うん、そうですか、はいはい、あと伊手座の方はですね、はい、近場を探すと、はい、近場に当たりがあります。当たりがある、はいはい、まあ、ちょっと駆け足でございましたけれども、これ後ほどあの YouTube に載りますので、またゆっくりご覧いただければとは思います。はい、まあ、あの素晴らしい、まあ、あの来年皆さんね、来年をお迎えになるのに不安になってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、まあ、あのなんとかなりそうなね年になる可能性もあるようですので、はい、まあ、皆さん前向きにあの明るく新しい年をお迎えいただければと思います、はい。まあ、今年の番組は今日が私最後でございまして、あの来年はですね、あの来年の1月の第3週はですね、あのお花の、方、お 花屋さんと言ってしまえば簡単なんですけれども、あの素晴らしい、あの日本で第3位にあのお花屋さんでございまして、このお花の方はですね、面白いのは僕は花屋ですから、花市場に花を仕入れに行きます、でそこでお嫁さんを仕入れてきましたというふうにおっしゃっていました。花市場に働いていた方と恋に落ちて結婚したという方をご紹介させていただこうと思っています。はい、で、本日はね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それで、この後はですね、少しの時間で、あのお悩み相談が来ておりますので、このお悩みのお話、ちょっとご相談を、ちょっとお話を一緒にね、はい、させていただければと思います。港区在住の50代の、独身の女性からお話をいただいて、あのご相談をいただいています。最近少子高齢化という話をよく聞きます。もう50年ぐらい前から、はい、あの少子高齢化というのを聞きますけれども、はい、で私はあの現在50代です。でもう定年が近いです。老後のことが心配だと思っていますが、まあ、この、結婚の専門家である佐竹先生にお聞きしたいのは、少子高齢化になると何が大変なんでしょうかというようなことを聞きたいということで、お悩み相談をいただいています。まあ、だいたい少子高齢化が大変なのは、まあ、若い人がお子さんをお産みにならないと若い人がいなくなり、まあ、私たち、まあ、ちょっと、まあ、あの年齢があの上 の、まああの方たちが増えていく、で、まあ、バランスが悪くなる、そして、まあ、あの働き手が、まあ、あの私たちも随分働けますけれども、70でも、ね、働いてる人もいらっしゃいますけれども、そうですよね、若い働き手が減っていく、はい、そして地方などに行きますと、どうしても少子化の、あの、まあ、このになりますと人口が減ってしまう。ですので、まあ、あの東京に、まあまあ、今も東京に集中しているような都市、大都市集中になっていますと、地方の都市部が、あの地方がなくなっていってしまうんじゃないかという、まあ、懸念、まあ、経済的な懸念とか、まあ、いろいろあるわけですよね。で、まあ、あの今日のお問い合わせの、まあ、50代の方、もう老後が心配ですとおっしゃっていらっしゃいます。今結婚相談所では50代の方も60代の方も70代、一番最高齢は93歳という方がご登録なさっていらっしゃいました。ですので、まあ、あの人生は一人より二人の方が楽しいと思いますので、うん、はい、そうですよね、はい、はい、まあ、あのまた50代でらしたら、はい、まあ、ね、今まで一度も結婚してらっしゃらないなんてちょっともったいない、そうですよね、一人より二人、一緒に、はい、あのご飯を食べに行ったり、温泉に行ったり、そうです ね、音楽会に行ったり、はい、まあ、趣味は違っても、一緒にね共有できる何かをお持ちいただければと思います、はい、ですので、ぜひあのまあ、あの私どもにいらしていただければお役に立てるかなと思います。で、まあ、この少子高齢化、国も大変心配しておりまして、来年、AI 婚活っていうのに、
まあ、力を入れるというようなことを聞いておりますけれども、まあ、AI が本当にその婚活に役に立ってくれてることをね、くれることを心から願っております。そしてマンパワー、私たちの、まあ、カンピューターというかね、おばちゃんパワーっていうのも役に立てるのではないかなと思っております。まあ、どちらをお選びになるかはね、もう皆様の自由で、結婚もするもしないももちろん個人の自由でございます。無理強いをするつもりは全くございません。そういう生き方はそれはそれで素晴らしいと私も思っております。ですけれども、まあ私はレイナさんもそうですけれど、結婚してみてよかったなと思うことは、はい、いくつかたくさんあるんじゃないかなと思いますので、皆様もぜひこの見ている方、見ていらっしゃる方の中で、結婚をお悩みでいらっしゃいましたら、ぜひ、結婚相談所という選択肢もね、選んでいただければと思います。はい、ね、今日はもうレイヤさんにお越しいただきまして、もう本当にありがとうございました。最後に皆様に何か、はい、アドバイスとかおっしゃっていただければ、はい、そのさっきの少子高齢化のことで悩んでらっしゃる50代のね、独身の女性にも何かおっしゃっていただければと思います。いかがでしょう。そうですね、はい、なんだろう、誰か有名な方がですね、根拠のない自信が大事だって言ってたんですね。あ、なるほど、はい、自分を信じてですね、そういう根拠のない自信っていうでしょうか、進んでいったらいいなと思います。そうですね、はい、だいたい根拠ないものね、自信ってね。私もいつもなんか自信がありますねって言われるんだけど、見えます、なんか根拠が全くなくて。秋元康さんが言ってました。秋元さんが、はい、でもそれはね、本当ですよね。だって自信満々になる日が来るのを待っていたら、はい、終わっちゃいますよね。そうですよね、100万年経っても来ないかもしれないですもんね。ですから、はい、前向きに諦めないで、はい、まずやってみるっていう、はい、ことで動いていただければと思います。はい、本日 の, ゲストは、西洋占星術で有名なレイナさんでいらっしゃいます。はい、私は青山で結婚のお世話をしております。30代40代の方のための結婚相談所をしております。カリスマ結婚カウンセラーと、私が言ってるわけではございません。皆様がそういうふうに呼んでくださいます。佐竹悦子でございました。今日 の, 先生術も含めて皆様のお役に立てることを心から願っております。本日はどうもありがとうございました。また来年、どうぞこの火曜日の第3週、アズリーホー、佐竹悦子の、幸せ婚活法則ご覧いただければと思います。今年はどうもありがとうございました。では失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。ごめんください。さようなら。良いお年をお迎えくださいませ。クリスマスも楽しく楽しんでください。失礼いたします。